するの？はい、チーしましょう。今まで試したトイトレはノーパンのトイトレとトレパンマンのトイトレをしたんですけど、めいっ子からお下がりのパンツをたくさんもらったので、この機会に普通のトレパンでもなんでもないパンツで今トイトレをしてみてます。ココちゃん見て、うん、パンチュー、ワンチュー、パンチューで、今日誰にする？誰がいい？それにする。じゃあそれにしよう。普通のパンツのトイトレが一番早いみたいでーす。ママ。でーす。ガオ。ガオなの？ガオって言った。うん、ガオだね。一日目は3回連続でお漏らししちゃって、チッチ漏れました。チッチ漏れた。でもそのおかげで、おしっこをする前の感覚っていうのが分かったみたいで、今日トイトレ2日目なんですけど、今日ちょっと外出してたんですけど、おむつにしないでママチッチーって言ってトイレに行って、おもらしなかったね。2日目にしてお昼間パンツにおしっこすることがありませんでした。キーちゃんどうしてた？あんと？キーちゃんピーしてた？ママ。うん。ピーちゃんピーしてた？うん、キーちゃんピーしてた？公園では、普通のパンツの上におむつを履いてまーす。楽しい、ココちゃん。うん。あ、まぶしい。シーするの？あ、まぶしいの。シー？まぶしいね。チッチ行く？チッチ行きまーす。プルちゃん行こう。プルちゃんは？はい、チッチしようね。最近夜寝るときに普通のおむつだとおしっこが漏れちゃうので、おやすみマンを履いてます。今までのトイトレとの違いは、トレパンマンは濡れた感じが分かりにくかった。ノーパンはおしっこしても気持ち悪くなかったみたいです。パンツは濡れた感じが分かって気持ち悪いみたいなので、うまくいってるのかなと思います。そんなにいらないと思う。もう終わりよ。うん。もうちょっと長すぎない？これ。チッチチッチチッチ。チッチ出ました。はい。ハリカンさん。はい。ワシュ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 。はい、ズボン履くよ。あとね、寝たい。今日もしたよね。はい、おり終わりです。おやすみなさい。チチできました。ねんねします。ねんね、おやすみ。See ya. See you. バイバイ。バイバイ。